縄県知事選で玉城デニー前衆院議員が当選しました。アメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設に反対していた尾長前知事の路線が引き継がれることになります。安倍政権は前宜野湾市長の佐喜眞淳氏を推していました。政権は膠着状態が続く辺野古移設を動かす機会にもなるとあって国政選挙並みのテコ入れを行いました。しかし野党や労働組合などで作るオール沖縄が手厚く支援した玉城氏を上回ることはできませんでした。辺野古では移設工事が進み埋め立てのための土砂が投入される直前にあります。移設に反対する沖縄県は埋め立て承認を撤回し工事は中断しています。玉城氏が基地建設に関わるさまざまな権限を持つ知事に就くことで工事の足踏みはしばらく続くことになるでしょう。政権が民意を押し切って工事を強行することになればさらなる対立は避けられません。